バレットソールマイナス弾魂は2011年4月7日に 5PB から発売された Xbox 360専用ソフト。ジャンルは弾幕タイプの縦スクロールシューティングゲームで同ジャンルではドドンパチ大王城など移植作を中心に手掛けていた 5PB にとっては初となる完全オリジナルタイトルとなった。本タイトルでは 敵団の回避よりも攻撃を重視し、攻撃を行うことによる、敵団の無効化や、プレイ内容によって、スコアが上昇する特殊システムなどを実装し、同ジャンル他社タイトルとの差別化が図られている。強大な軍事力を持つ悪の帝国、メッチャワール帝国は、その軍事力を駆使し、全宇宙の征服を企てていた。この物語は、 その脅威に立ち向かった3人の勇者たちの物語。プレイヤーは3人のキャラクターのうちから1人を選び、ステージを進行していく。ゲームモードは全員5ステージを通しでプレイする通常モードと、うち1ステージを選択してプレイし、ハイスコアを競う番長モードに分かれている。次期のパワーアップは4段階であるが、番長モードでは最初から、 フルパワーアップした状態となっている。指定した1ステージをクリアした時点でゲーム終了となる。また、ダウンロードコンテンツの適用により2分間専用ステージをプレイし、ハイスコアを競うキャラバンモードもプレイ可能となる。いずれのモードも Xbox Live によるスコアランキングに対応。弾幕系シューティングでは特定の敵を撃破することで、 画面上に出ている敵弾が一掃される、あるいは得点アイテムに変化する、というシステムが用意されることが少なくない。本作では、すべての敵機において撃破した時点で該当した敵機が、発射したすべての弾が、白色半透明に変化する。この状態となった敵弾は、攻撃能力を失っており、接触しても無酸するのみで、ミスにならない。当然ながら、 画面外に逃がした敵機の弾は画面から消えるまでそのままとなる。このため、できる限り出現した敵機を素早く撃破することがミスの少ないプレイにつながる。また、高得点を狙うためのシステムとして魂ゲージが用意されている。このゲージは積極的に前方に出る、できるだけ敵機に接近して破壊する、等の 攻撃的とみなされるプレーを行うことで上昇し、上昇状況に応じて、得点に倍率がかかるようになる。敵機に接近することで時期の攻撃力も上昇するため、上記の敵弾無効化システムと合わせ、高得点を狙うためには、画面上部に積極的に進み、出現した敵機を逃すことなく、かつより接近して攻撃して破壊する、というプレーが要求されることとなる。 その他、隠しキャラや、特定の地上物を撃破する、複数体同時に出現する敵機を同時に破壊する、等の特定の条件で獲得することができる、ボーナスポイントが存在する。2014年5月29日発売、バーストモードなどが追加。ありがとうございます。